オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。前川泰之です。連城幹彦さんの傑作小説「隠れ菊」をドラマ化した作品です。上島美智子という女性の波乱に満ちた日々を描いた、非常に、サスペンスに満ちたドラマとなっています。主演の水木有沙さんが演じる美智子の、旦那さん役をやらせていただきます。俊平はですね、口数が少なくて感情をあまり表に出さないタイプです。僕が今までやってきた役とはちょっとそういう意味で違った役になってますので、言葉を発さないところでいかにこう、自分が考えていることを表現できるか、チャレンジしているところです。隠れ菊は登場する人物の心の本当に奥深い部分を丁寧に描いた作品になってます。そのあたりの感情のひだみたいなのを、皆さんが一緒に感じていただければ嬉しいです。また言葉では語られていない部分、余白の部分がたくさん出てきますので、そういった部分を、皆さんで自由に想像して埋めながら、その最後までジェットコースターのようにこう進んでいくドラマを、一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。前川はですね、今隠れ菊に絶賛邁進しているところですけども、この秋に映画が公開になります。僕の妻と結婚してください。こちらが11月の5日に公開になります。そちらも合わせてお楽しみに。言葉だけで表現する朗読劇というのは僕にとっても初めてのことで、非常に楽しみにしてます。題材も再演されてる人気作品ということで、一生懸命頑張りたいと思います。また共演するメンバーが町田啓太君と徳永エリさんと、去年NHK の「美女と男子」というドラマで一緒に戦ったメンバーなので非常に嬉しいし、また再共演できることを楽しみにしてますので、是非足を運んでいただきたいと思います。これからも毎回安い頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。